松野修太は寝る前に自分に超パワーがあるという設定で漫画に出てくる強敵を倒すという妄想をしている。最近の流行りの能力は攻撃を反射するリフレクトという能力である。松野修太は電車に乗っている時物憂げな表情で窓の外を眺めているのがかっこいいと思っている。松野修太は外出するたびに物憂げな表情で空を見上げる。かっこいい。物憂げ。かっこいい。